ファンの皆さん、こんばんは。バファローズ対タイガース、まもなく試合開始というところですが、スカイマークスタジアム、スタンドはすでにほぼ満員、両チームのファンでいっぱいになっています。今日の放送、解説は栗山英樹さんと大塚浩二さん、実況担当は私、節丸雄一でお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まもなく試合開始です。豊富な球種で勝利を呼び込む川越秀隆、5年連続盗塁王、赤い彗星赤星紀弘。タイガース今日のトップバッター赤星、打ち上げました。これはアウト。まずは先頭バッターを打ち取りました。絶妙のバットコントロールで3割目指せ鳥谷隆。1球目投げた、低め、初球は外してきました。2球目投げた、高速スライダー、これは見逃し、カウントワンエンドワン。1回の表0対0、低め落ちる球外れています。ワンエンドツー。マウンド上迎えるのは川越、低め、この球には手を出しません。バッターボックスには鳥谷、これはいい当たりでしたが真正面、これでツーアウト。つないで返して、猛虎打線のキーマンシーツ、インコース低め、初球は外してきました。1回の表0対0、ノーストライクワンボール、この球には手を出しません。ワンワン、ツーアウト、ランナーなし。高く上がって、これはアウト。1回の表を終了して川越、まずは立ち上がり上々と言っていいんでしょうか。そうですね、みんな苦手なところですからね、そこを3人で行けたんですから、そう言っていいと思いますよ。抜群のコントロールで試合を作る安藤優也、よみがえれ選ばれし打の天才谷義智、攻撃に入ります。バファローズトップバッターは谷、低めいっぱい、見逃してストライク、ストライクを一つ取っています。さあ第2球投げた、際どいコース外れています。さあ第3球アウトコース、これは外れてボール、バッティングカウント1ストライク2ボール、0対0、これはセンターへ、掴んでアウトになりました。ワンダウンです。小さな体に秘めたパワーで果敢に弾き返す平野圭一、ピッチャー持ってる球種が多いですからね、なんで来るか気になりますよね。この球には手を出しません。まずは1点が欲しいところ。今のボールは大塚さん、スライダーが指にかかったんですかね。マウンド上迎えるのは先発の安藤、打ち上げた、ライトへ、簡単にツーアウト、これも打ち取った。世界最強の投手陣相手に3割をマーク、ジェイソン・グラボウスキー。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、リズムって結構大切な要素ですから、ここで消えるかどうかっていうのは意外と大事なんですよね。しっかり打ち取って攻撃に移りたいですね。低め落ちる球、大きく外れてボール、
まずは1点が欲しいところ。カウントワンエンドワン。うまく当てた。打球は右中間へ。掴んで3アウト。両チーム先発三者凡退に切って取る非常にリズムのいい立ち上がりです。両投手スタート上々ですよね。緊迫した投手戦が期待できそうです。その存在感が勝利を呼び込む不動の4番金本智明。川越2回のマウンドに向かっています。タイガース先頭バッター金本、4番からの高打順です。初球は見てきました。2球目投げた。痛烈な当たり、セカンドへのゴロ。先頭バッターが塁に出ました。2005年打点王、平成版バットの天才、今岡誠。低めに集まる変化球でバッターを苦しめる川越。制球がいいだけに攻略は簡単ではありません。ノーストライクワンボール。一塁ランナー大きくリードを取ります。バッターボックスには今日5番に入っている今岡。今のボールは大塚さん、多分フォークだと思うんですけどね。ランナー一塁金本、外角3球連続で外してきました。川越、これはまずいことになってきました。高速スライダー、この球には手を出しません。さあ5球目、これは見ました。フルカウント追い込んでいます。さあ第6球打った。当たりでしたが真正面、ナイスフィールディングです。不屈の放物線アーティスト浜中治。さあ1球目ストレート、これは外れてボール。ノーストライクワンボール。さあ第2球ストレート、これは外れてボール。川越ボールが先行しています。ノーストライクツーボール、0対0。高速スライダー、これは見逃し。ワンストライクツーボール。ツーアウト、ランナーはありません。アウトコースへの変化球、外れています。川越、これはまずいことになってきました。第5球、投げた。嫌な形で出塁を許してしまいました。強敵ほど燃え上がる闘争心。エースキラー、檜山慎二郎。先制のランナーが塁に出ています。当然ものにしたいチャンスですよね。狙い球を絞って確実に行きたいですね。今のはフォークですか。フォークだと思います。この球には手を出しません。ランナッシング、アウトコース寄りの落ちる球、見逃してストライク。さあどんどんストライクを取りに来ます。勝負球、一塁側のスタンドに入ります。平凡の当たり、打球はファーストへ。シングルヒット、勝利導く攻守の要、矢野明弘。さあ1球目、内角への落ちる球、見逃してストライク。ワンストライクノーボール。さあ第2球打った、セカンドへのゴロ。一塁へ、2回の表、この回のタイガース2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね。あと1本なんですね。ザ・ラスト、伊手前、中村典弘。先頭バッター中村、4番からの高打順です。平凡の当たり、二遊間へのゴロ。そして送球はここでワンアウト。
ガツンと一発見せてくれ。帰ってきたなにわの番長、清原和博。低め変化球、これは外れてボール。まずはボールが一つ。さあ2球目、まっすぐ。今のはちょっと手が出ないですよね。いいボールです。さあ第3球、投げた、マイバッティング。2回の裏、変化球高め、これは外れてボール。2-2。マウンド上、先発の安藤。平凡の当たり、落下点に入ります。簡単に2アウト。バファローズこのイニングはいい形が作れません。暴れ出したら止まらない暴走戦車ガルシア。さあ第1球、インコース、これは見逃し、ワンナッシング。2回の裏、0-0、ワンストライク。平凡の当たり、これは内野フライ。これで3アウト。2回を終了して安藤、相手の攻撃を3人で終わらせています。テンポよく投げてますよね。これだけテンポがいいと攻撃にもいい影響が期待できるんじゃないですか。じわじわとピッチャーを苦しめるバッティングが新庄、藤本敦史。川越、3回のマウンドに向かっています。タイガース、この回の攻撃は先頭バッター藤本、ラストバッターからの打順です。まずは1球ストライクを取ってきました。打球は二遊間へ、一塁は、これはアウト。ここでワンアウト。バッターボックスにはトップに帰って赤星。外角低め、見逃してストライク、ワンナッシング。2球目、投げた。今のボールは大塚さん、縦のカーブですね。これは外れてボール。さあ第3球、真ん中へのストレート、これは見ました。3回の表、さあ勝負。ピッチャー強襲、セカンドの横を抜ける、シングルヒット。さあランナーを置いて迎えるのは2番、鳥谷。低めいっぱい、これは逃がした。ワンストライク、ノーボール。同点のまま試合は進んでいます。低め変化球、これは大きく外れています。ワンストライク、ワンボール。カウントワンエンドワン、両チーム無得点。当たりは今一つ。さあゲッツーコース、これでダブルプレー完成。出し入れのうまさが効いてきてますね。これは楽になったんじゃないですか。3回の表、この回のタイガース、ランナーを出しましたが無得とパンチある。たまり後藤光孝。安藤、3回のマウンドに向かっています。バファローズ、この回の攻撃は7番からの打順です。これは安藤、安定感。長打力バッ、同点のまま試合は進んでいます。変化球高め、この球には手を出しません。ノーボール。3回の裏、両チームいいコースに決まりました。いいですね。今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。平凡はライトへ、簡単に2アウト。バファローズこのイニングはいい形が作れません。つなぎは任せろ、阿部。
ラウンドの安藤、フォークの制球は球界でも屈指です。センターはどうか、追いつけません。さあランナーを置いて迎えるのはトップに帰って単に右のバッターボックスに入ります。これは見ました、ワンストライク。同点のまま試合は進んでいます。第2球、ランナー三塁に達しました。2者連続ヒットになりました。ツーアウト、ランナー一塁三塁、バッターボックスは2番キラノ。内角へのストレート、これは見ました。同点のまま試合は進んでいます。低め落ちる球、これは外れてボール。カウントワンエンドワン。3回の裏、ワンストライクワンボール、両チーム無得点。外寄りの落ちる球、この球には手を出しません。カウントツーエンドワン、早くも追い込んでいます。第4球、これはさあ、この当たりはフェアか、ファールか。集中力を高めます、平野。低めストレート、外れています。安藤、ここは踏ん張りどころ。さあ第6球、この球も外します。さあ 2-3 になりました。第7球、打ち上げた、ライトはどうか、ファールボールです。さあバットを構えます、平野。自らベースを踏んでアウト。3回の裏、この回のバファローズ2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね、あと1本なんですね。4回の表、タイガースの攻撃はシーツ、3番からの高打順です。この球には手を出しません。ワンストライク、ノーボール。川越、この試合まだ点を許していません。アウトコース、大きく外れてボール。ワンストライク、ワンボール。タイガース、ここまで3安打。これはショートへのゴロ。一塁は、これはアウト。まずは先頭バッターを打ち取りました。ワンアウト、ランナーなし。打席には4番金本、最初の打席ヒットを放っています。大きく外れてボール。第2球、高めいっぱい、これは見逃し。ワンストライク、ワンボール。4回の表、0-0。フォーク、これは大きく外れています。マウンド上、川越、今のところ疲れは見せていません。外の変化球、この球には手を出しません。カウント2エンド2。バッターボックスには金本、うまく当てた、ライトはどうか、入りました、ホームラン。金本、ライトスタンドへのホームランです。際どいコースだと思ったんですが、これを見事に打ち返しました。ここで先制して勢いをつけましたタイガース。ここで1点のリードを奪いました。ワンアウト、ランナーなし。バッターは5番今岡、最初の打席ダブルプレーに倒れています。これは見ました。さあ2球目、低めストレート、この球には手を出しません。2球でバッターを追い込んだ。第3球、投げた、続けていい当たり、打球はセカンドへ、シングルヒット。
さあランナーを置いて迎えるのは6番浜中、右のバッターボックスに入ります。これは見逃し、ワンストライクノーボール。低め、これは逃がした。1点差、ピッチャー有利なカウント。バッターボックスには今日6番に入っている浜中。打球をセンターへ、うまく取った。さあ、ツーアウトになりました。バッターは7番檜山、最初の打席ヒットを放っています。外角低め、外れています。ノーストライクワンボール。ここはきっちりと抑えなくてはいけないところです。これは打球はセンターへ、シングルヒット。さあランナーを返すことができるか。注目のバッターボックス、矢野。これは逃した、ワンナッシング。2球目、右に切れたファールボール。3球目、低め、考えられない攻め方ですよね。相当自信があるんでしょうね。4回の表を終了して金本ソロホームランで先制です。中盤に入ってこなれたんですかね。いい一発が出ました。まあここから先が本当の勝負になってくるんじゃないですか。さあ余裕をもらった安藤、これでピッチングがどう変わるか。先頭バッターグラボウスキー、3番からの好打順です。これは見逃し、ワンストライクノーボール。当たりは今一つ、打球はセカンドへ、一塁へ、これも打ち取った。ワンアウト、ランナーなし。バッターは4番中村、最初の打席内野ゴロに倒れています。低め、見逃してストライク、ワンナッシング。2球目、これは切れています。平凡な当たり、ショートへのゴロ、これはアウト。バファローズこのイニングはいい形が作れません。バッターボックスは5番清原。カーブ外れています。2球目、投げた、これは三塁側のスタンドに入ります。低めギリギリいっぱい、これは見ました。ツーストライクワンボール。4回の裏、1点差、ツーアウト。これはスイングアウト。4回を終了して安藤、相手の攻撃を3人で終わらせています。テンポよく投げてますよね。これだけテンポがいいと攻撃にもいい影響が期待できるんじゃないですか。先頭バッター藤本、ラストバッターからの打順です。外角、ピッチャーまずはストライクを一つ取りました。さあ2球目、低め、大きく外れてボール。低め落ちる球、これも外れてボール。
1点差、ワンストライク、ツーボール。打った、打球はセンターへ。難なく取りました。先頭バッター塁に出ることができません。ワンアウト、ランナーはありません。バッターは1番赤星。低めいっぱい、この球には手を出しません。ワンナッシング。打ち上げました、右中間へ。ライト余裕を持って構えます。これでツーアウト。さあツーアウト、ランナーなし。バッターボックスには鳥谷。打った、さあこの当たりはフェアか、ファールか。さらにセカンドへ、ツーベースヒット。ここはどういう球に狙いを絞ってくるのでしょうか。バッターボックス、シーツ。この球には手を出しません。ワンストライク、ノーボール。2球目、今のボールは栗山さん、カーブじゃないですかね。さあ3球目、見逃してストライク、ツーストライク、ワンボール。5回の表、ツーワン。見逃しました。これは合いませんでしたね。バッターが思っている以上に変化したんだと思いますよ。5回の表、この回のタイガースチャンスをつかみましたが、結局無得点に終わっています。安藤、5回のマウンドに向かっています。バファローズ先頭バッター、ガルシア。フォーク、わずかに外れてボール。2球目、投げた、内角への落ちる球、これは外れてボール。5回の裏、1点差。うまいバッティング。打球はセカンドへ、一塁送球。先頭バッター塁に出ることができません。集中力を高めます。7番後藤。一塁側のスタンドに入ります。2球目、投げた、平凡な当たり、セカンドへのゴロ。一塁へ、バファローズ。このイニングはいい形が作れません。ツーアウト、ランナーなし。バッターボックスは8番日高。内角へのストレート、初球は外してきました。まっすぐ、この球には手を出しません。低めストレート、これはうまく振らされてしまいました。カウント2エンド1。5回の裏、一塁側のスタンドに入ります。ピッチャーは安藤。ここまで奪った三振は1個。打った、ヒットになります。さあランナーを置いて迎えるのは9番阿部。右のバッターボックスに入ります。これは見逃し、ワンストライク。さあ2球目、際どいところ、わずかに外れてボール。打った、二遊間へのゴロ。シングルヒット。
さあ一打逆転のチャンス、この場面でバッターボックスに入ります。谷、これは見ました。さあ2球目、今のボールは栗山さん、スライダーじゃないですかね。ワンストライクワンボール1点差、いい当たり、打球はセカンド一塁へ送ってアウト。5回の裏、この回のバファローズ2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね、あと1本なんですね。川越6回のマウンドに向かっています。タイガース、この回の攻撃は先頭バッター金本、4番からの高打順です。これは見ました。ワンストライク、うまく当てた、うまく捉えた、選手交代が今審判に告げられました。ストレートとフォークで真っ向勝負、萩原潤。先頭バッターを出してしまいました。萩原、低め、これは見ました。まずはストライクが1つ、6回の表、まずはストライクが1つ、真ん中低め、これも見逃し、バットを振ってきません。バッターボックスは今岡、一二塁間を抜ける、二者連続ヒットになりました。さあこの人のバットに期待がかかります。注目のバッターボックス浜中、この球には手を出しません。ランナースリー、真ん中低めいっぱい、見逃してストライク、ツーストライク、ストレート外れています。1点差、ツーストライクワンボール。さあ第4球、一塁へのゴロ、おっとタッチアウト、ランナー二塁三塁に変わっています。まだチャンスは続いています。ランナーを返すことができるか。バッター檜山、痛烈な当たり、これはいけません。続いてホームへ、際どいところセーフ、タイガース、さらに差を広げました。ボークできましたね、檜山選手、一番好きなところですよね。当然ですけど見逃さずに位置に出て、さらに一つ顔を残したのは効果できると思いますよ。ナイスバッティングでした。さあランナーを置いて迎えるのは8番矢野、真ん中低めいっぱい、見逃してストライク、差は3点、このままリードを保って終盤を迎えたいところ。これは空振り、タイガースここまでリードしています。打った、センター取れない、一塁ランナー三塁へ、シングルヒット、このチャンスにバッターボックス藤本、初球、これはさあゲッツーコース、まず二塁、そして藤本、ここは最悪の結果に終わっています。
1点差で迎えた6回の表、タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。6回の裏、3点差、追いかけるバファローズ、先頭バッター平野、2番からの打順です。アウトコースギリギリいっぱい、いいですね。今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。今のはカーブですか、スライダーが指にかかったんですかね。3球目投げた、これはセカンドへのゴロ、これはアウト、アウトを一つ取りました。ワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは3番プラボースキー。アウトコース見逃してストライク、ワンストライク。第2球投げた、アウトコースへの変化球わずかに外れてボール、ワンワン。今のボールは栗山さん、フォークだと思います。これは見逃し、ツーアン、カウントツーエンドワン、3点差。打ち上げた、ライトはどうか、簡単にツーアウト、早くもツーアウトになりました。さあバッターは中村、先ほどの打席内野ゴロに倒れています。低め変化球、この球には手を出しません。さあ第2球投げた、アウトコース見逃してストライク。6回の裏ツーストライク、高く上がって掴んでスリーアウト。6回を終了して安藤、この回見事なピッチングで三者凡退、相手打線を退けています。調子良さそうですよね。この後はこのペースでどこまでいけるかだと思います。せっかくなんで最後までお期待して見ていきたいと思います。先頭バッター赤星、1番からの高打順です。ストレート見逃してストライク、ワンストライク。当たりは今一つ、打球はセカンドへ、一塁はこれも打ち取った。さあワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスには鳥谷、初球打ち右中間へ、ライトセンターバック入った、ホームラン。鳥谷選手いい反応を見せましたね。ライトの上を叩いてそのまま振り切りました。これは文句ないんじゃないですか。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース追加点です。さあワンアウト、ランナーはありません。集中力を高めます。シーツ、これは逃がした。さあ2球目、外のストレート、この球にも手を出しません。打球はセンターへ、難なく取りました。これでツーアウト。さあ打席には金本、先ほどの打席ヒットを放っています。これは見ました、ワンストライクノーボール。さあ2球目、痛烈の当たり、打球はライトへ、ライトバック、ライトスタンドに飛び込んだ、
ホームラン。金本ライトへの素晴らしいホームラン。甘く入った狙い球にきっちり合わせてきました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。萩原、ここでマウンドを降ります。流れに飲まれた感じですよね。しばらくは放心状態続くんじゃないかと思います。内角をえぐるシュートが自慢、勝木亮太。低め、これは見逃し、ワンナッシング。第2球投げた、外角、見逃してストライク、ツーストライク。タイガース、流れが来ているようです。際どいところ、これは外れてボール。バットを構えます。今日5番に入っている今岡、ライトへ、一塁側のスタンドに入ります。ピッチャーは今日3番手の勝木。いい当たり、ショートへのゴロ、一塁へ、これはアウト。7回の表を終了して5対0バファローズ、大きく負け越している状態で攻撃のチャンスはあと3回。しかしここでラッキーセブンを迎えます。中軸から始まる好打順で文字通りの幸運は訪れるんでしょうか。注目です。さあバファローズ、これから7、8、9残る反撃のチャンスは3イニングということになります。インコースへのまっすぐ、わずかに外れてボール。さあ第2球投げた、低め、変化球、見逃してストライク。カウント1エンド1。外角、これは見逃し。7回の裏、低め、落ちる球、バッターよく選んでいます。2ストライク、2ボール。なんとしてもここは塁に出たいバファローズ。高く上がって、これはアウト。危なげなくアウトをつなげています。さあワンアウト、ランナーはありません。集中力を高めます。ガルシア、外のストレート、これは見逃し。高め、これも見逃しました。ピッチャー有利なカウント。さあ第3球、高く上がって、簡単にツーアウト。これでツーアウト。とここで代打でしょうか。積極果敢な攻めが見たい村松有人。第1球投げた、これは打球はセカンドへ、一塁へ。7回の裏、この回のバファローズ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。Oh, who is this? Hi, guys.
内野守備を入れ替えてきました。現在点差は大きく開いてますけど、このまま終わる気がしないんですが、いかがでしょう。確かに最近の野球って流れが変わるとその後の展開が早いんですよね。一つのミスがその流れを作ってしまうことがあるんで、油断はできませんよね。これは外れてボール、ワンストライク、ワンボール。8回の表、3球目投げた、うまいバッティング、サードへのゴロ。先頭バッターが塁に出ました。さあ、ランナーを置いて迎えるのは7番木山、左バッターボックスに入ります。現在点差は大きく開いてますけど、このまま終わる気がしないんですが、いかがでしょう。確かに最近の野球って流れが変わるとその後の展開が早いんですよね。一つのミスがその流れを作ってしまうことがあるんで、油断はできませんよね。外角、これは見逃し、ツーストライク。5点差。第3球、これは手が出ません、ストライクアウト。打席には8番矢野。さあ、1球目シュート、バッターよく選んでいます。第2球、外の変化球、これは外れてボール、ノーストライク、ツーボール。さあ、3球目、今度はバッター振ってしまった、ワンストライク、ツーボール、ワンストライク、ツーボール。さあ、第4球、低めストレート、見逃してストライク、カウント2エンド2。ワンアウト、ランナー一塁、浜中。間を抜けていく。シングルヒット。藤本、ここは一本打ってダメ押しといきたいところ。うまく当てた。ショートへのゴロ。643ダブルプレイ。積極性は変えたいんですけどね、今回はうまく投げましたね。8回の表、この回のタイガースランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。ここで勝負に出ましたバファローズ。左投手にはめっぽう強い、飛距離抜群の長距離砲、ブランボー。さあ、初球投げた、打った、ショートへのゴロ。これはアウト。安藤、安定感抜群のマウンドです。ワンアウト、ランナーなし、バットを構えます、9番阿部。これはあっという間に打球は外野へ。阿部、3打数3安打猛打賞です。さあ、ランナーを置いて迎えるのはトップに帰って谷、右のバッターボックスに入ります。初球から来た、まず二塁、そして谷、この打席はゲッツーに終わっています。8回の裏、この回のバファローズランナーを出しましたが無得点に終わっています。
ここで守備を変えてきました。さあ第1球、真ん中へのストレート、これは見ました。ワンストライクノーボール。9回の表、5点差。低め落ちる球、これは外れてボール。ピッチャーは勝木。いいコースに決まりました。いいですね、今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。第4球、インコース低め、これは外れてボール。カウント2エンド2。この後のバッターは鳥谷、シーツと続いていきます。平凡の当たり、センターはどうか、センター掴んでアウト、ワンダウンです。集中力を高めます。2番鳥谷、先ほどの打席ホームランによる得点を挙げています。この球には手を出しません。さあ第2球、外の変化球、これも見逃し、バットを振ってきません。ツーストライク、これはレフトへ、取れません。鳥谷このヒットで3安打猛打賞です。さあランナーを置いて迎えるのは3番シーツ、右のバッターボックスに入ります。この球には手を出しません。一つ牽制を入れます。9回の表、まずはストライクが1つ、5点差。この球には手を出しません。2ストライク。バッターボックスは今日3番に入っているシーツ。平凡の当たり、ライトへ、ランナー三塁に達しました。2者連続ヒットになりました。金本、ここは1本打ってダメ押しといきたいところ。うまく当てた、ホームイン。一塁ランナー一気にホームイン、タイガース追加点、勝負あったか。金本、ここで見せてくれます。これは打ったバッターを踏めないといけませんね。ナイスバッティングでした。追加点のチャンスです。今岡、外に流れるボール、これは逃がした。ワンナッシング。ちょっと点差が離れました両チーム。低め、この球には手を出しません。ツーストライク。9回の表、ツーストライクノーボール。低め、ここで1球外してきました。ツーストライクワンボール。ピッチャーは勝木。うまいバッティング、打球はレフトへ、三塁ランナースタート、これは強肩、どうだ、セイフ、ホームイン、タイガース追加点、勝負あったか。うまく運ばれましたね。でもまあこの1点は仕方がないでしょう。ランナーを貯めるよりよっぽどいいですよ。さあ2アウト、ランナーはありません。バッターボックスは玉中、先ほどの打席ヒットを放っています。見逃してストライク。さあ第2球、投げた、低め変化球、これも見逃しました。2ストライクノーボール。3球目、見逃して3球三振。9回の表、タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。Bubble!
大量リードしています。内角初球は外してきました。さあサイドもゼロで抑えて完封となるでしょうか。まあ最後まで思い切って腕を振っていけば結果はおのずとついてくるんじゃないですか。ここまででも十分立派な投げた当たりセカンドへのゴロ一塁へ。あと2人とランナーなし。打席にはグラボウスキーへのストレート、これは見逃し。当たりは今一つ。打球はライトへ。ボール。さあ第3球直球大きく外れてボール。9回ツーエンドワン食い上げた。打球はライトへ。打席で一度も見せてないボールだったんですが、うまく結果につなげてしまう。声援を浴びながらゆっくり上がっていきます。この勢いを結びつけていけるか。バファワンアウト、ランナーはありません。集中力を高めます。4番ヒットがありません。低めいっぱい見逃してストライク。これも見逃しました。2ストライク。さあ第3これはショートへのゴロ一塁。ツーアウト。さあ、ツーアウト、ランナーはありません。前ます。清原、今日はヒットがありません。これでゲームセット。スカイマークスタジアムからお伝えしてまいりました。バファローズ対タイガースの試合。このポイントを挙げるとすると、どんなところでしょうか。ちぐはぐな試合運びになっちゃいましたね。点を取るタイミングとここを抑えなくてはいけないというところで確認しないといけません。信頼につけると思います。今日の試合をハイライトで振り返ってまいります。4回の表、先に仕掛けたのはタイガース。バッター4番金本、このホームランで先制します。バファローズ、先ほどのプレーでは得点を入れしましたが今度はそうはいきません。5回の表2アウトランナー2塁、先発の川越、この場面を三振で切り抜けます。7回の表、そのまま黙って見てはいられないタイガース。2アウトという状況でバッター金本、見事なホームランで5点差。さらに続いて9回の表、ランナー2人を置いて迎えるバッター4番金本、見事なタイムリーで7点差。場面は変わって9回の裏、バッターは清原、対する安藤。最後はきっちり打ち取ってゲームセット。タイガース見事勝利を手にしています。
今日の放送、実況は節丸雄一でお伝えしてまいりました。それではまたお会いしましょう。